ハロー YouTube をご覧の皆さん、本日は超重心戦を攻略していきたいと思います。こっちのアカウントで、はい、ということで、メインアカウントの方はね、限定キャラがいっぱいいるんで、ちょっと超重心祭と重心祭に関してはですね、こっちのアカウントでね、ちょろちょろ引いていこうかなって思っております。それでは30いきたいと思います。ちなみにゲーミックスコラボとなっております。ゲーミックスの詳細は概要欄の方からご覧ください。それでは行っていきます。さあ何が来るかな。よし、確定演出が来た時に限定キャラは来ると思われる。テリア、こっちのアカウントだと思っている以上に止まるんで、めちゃめちゃ止まります。見応えがあるガチになるかと思われる。ほら来た、何が出るかな。おい、何気サブで持ってない印象、いっぱい止まりますよ。ほら来た、さあなんだ、うい、いいね、いいね。進化の SS の名前がめちゃダサいっていうね、知ってます？ロミオの進化 SS の名前、なんだっけ、ピストルディスコ、ダサいよね。もう昭和全開の名前だなって一瞬思ったんですよ。ピストルディスコって。よいしょ、2連続、はい、タフリール。うん、俺結構ファフ、みんなナチョスとかさ、ギガマンティスとかってみんな言うけど、実際ファフニールが一番近いと思う。実際に結構似てない、ファフニール。まあどうでもいいか。次、メール来た。おお、渋い渋いキャラが来たな。ケロンだよね、確かに。渋、メインで持ってないよ、メイン1ね。まあ2体2体いいでしょう、いいでしょう。それでは行きましょう。20分、ガブリエルとか、まあ限定キャラだよね、やっぱね、来てほしいのは。ガブ、まあカムイどうなんだろうな。まあガブ、ダブルシファーあたり、ダブルシファー、ゴストでもいいんだ。ふいっ、あー、脳確定演出、脳確定演出じゃちょっと辛いんだよな。まあ、ちなみに地味に言うと、ゲーミックスのイベントで負けるとすね毛全剃りなんで、それも嫌だ。わーお、バランスおかしい、最高。絶対バランスおかしいよね、顔と体の。よいしょ、止まる止まる。おお、フィリップさん、これフィリップさ、変身しない方が美少年だよね。これなんでなく風よしっぽい。やばいやばい。まあ爆死ではないけど、そんなになんかいい引きではない。まあロミオ集めかな、ロミオ集め、ロミオ進化でも使えるからね。ピストルディスコ、名前出せえけど。30連目、いや限定キャラ1体ぐらい欲しいよ。ほいっ、おのしょっす。ルシファーかガブかゴッスとあたりが欲しいところ。止まる止まる。でも確定してないな。おい、オッケー、ロレラオッケー、ロレラオッケー。うわー、かぶった、小次郎止まれ、やばい、あ、スルーした。まあ計5体か、計5体、あと2個どうにかして、どうにかできないかな。おまけの猛獣連、いや、シングルガチャ9回引いて、残りの3個のオーブは、スタミナ回復に使おうということで、シングルガチャいきます。9回、さあ来い。9発いきます。ガブルシガブルシガブルシ、あーらららら、随分ちっちゃくなっちゃったわね、これ。ルシファーぽいっぽくないね。はい、ごめん、無理やりなんか言おうとしたけど言えないね、無理。ああ、ほんと演出、なんか演出ね、ここしばらく全く見てない、確定演出。イエーイ、イエーイ、おっさん、お
っさんええわもう。来ないかな。一体ぐらいなんか出そうだよね。バチョ、ノーバチョ、違う。一体ぐらい来そうなんだけど、9回引けばね、一体ぐらいは落ちそうじゃん。いやー本当にストライクショットって言わないね。し確定とも出ないし、本当に出ない。あらららら、違う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 。パン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 、キルウェイショパン。パン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 、キルウェイショパン。ノーショパン。厳しいか厳しいか。なんかいまいち自分の中ではパッとしないんだけど。ほい。まあこのねアカウントね、ラファエル2体いるんで、今後ねあの重心化が来た時にそこは期待なんだけど。違うな違うな、こいつが男なのか女なのか気になるところ。多分男、可愛い男の子。怪しい、空気が重い。つらめつらめ。あと2回確定。うわーきつい、マジで確定演出来ないし、この残り9連は引かない方が良かったのか。やばしいやばしいやばい、やべ、ピーポーパーリーピーポーだ。すごいんですよね、うちの近く、本当に。ピーポーパーポーがパーリーピーポーしてるんですよ。ラスト1回。はい！辛いな。ハルトツ。しょうがない。いや、もう本当ピーポーパーリーピーポー。はい、じゃあ取得順で見ましょう。5体かな。まさかの佐々木小次郎かぶり、珍しいパターンだね。まあ進化神化で作ろう。まあローレライとかが厚めかな。水が本当に水浸しだな、このボックスは。ロミオローレライ小次郎でまた水が追加入りました。で水以外だとフィリップ、あれ4体か。え違う、ケロンだ。いた。地味すぎて分かんなかった。ケロンか、地味だなこれ。はい、なんかメインアカウントで持ってないキャラクター結構来るな、こっちのアカウント。まあそれはそれで助かる。ということで、3月末の超重心祭は以上となります。またのご視聴よろしくお願いします。それではバイバイ。